こんにちは。今回はこちらです。前回に引き続き、鍋島の上位ラベル、純米大吟醸山田錦です。醸造元は、佐賀県は鹿島市、福知代酒造さんです。このままスペックも紹介します。原材料は米と米麹のみ。塩米は特等の山田錦ですね。精米倍は 45%、アルコール度数は16度という風になっています。高級感あふれるキラッキララベルです。じゃあ、開栓していきます。グラスに注いだ状態になりました。前回に引き続きということで、鍋島ですね。どうしても2回続けてなんで、飲み比べみたいになると思うんですが、前回のパープルラベルは結構濃厚で、香りはどっちかっていうとこう、いちご寄りかなっていう印象だったんですけれども、かつちょっぴり辛口と。今回はどうでしょうね。もう特等って言ってるし、このキラッキラのラベルなんで、なんかこう、酒蔵さんの本気度が伝わってきますね。実際結構値段も高かったんですよ。3000円台、4000円までいかなかったかもしれないんですけど、また、調べして、こう、下の方にビュービューって、出しておきますね。前置きはさておき、いつも通り順に報告します。すいません、噛みましたね。順に報告します。まずは香りから。香り非常に高めですよ。グラスに鼻を近づけただけでも、オーソドックスなフルーティー系であることがわかります。意外に日本酒って上立ち化がほとんどなくて、口に含むまで香りがわかんないっていうこと結構あると思うんですけど、こちらははっきり鼻でもわかる程度良い香りが十分に楽しめますね。実際に口に含みます。はい、分かりきってたんですけど、もう抜群に美味しいですね。でもね、パープルラベルに結構近いんですよ。全体的にこうプラスの補正がかかった感じですね。系統としてはイチゴを感じさせるようなオーソドックスなフルーティー系の中でも、イチゴ寄りだと思います。この点は同じですね。濃厚な味わいもしっかりしたボディっていうんですかね、それも同じかなって思います。ちょっぴり辛口な感じも同じです。無理やり違いを述べたいわけじゃないんですけど、1点違いがあるとしたら甘みですね。前回のパープルラベルは分かりやすく旨味が前面だったんですね。で、今回ももちろん旨味の主張もあるんですけど、甘みの方が若干前に出てるように思います。いわゆるこう甘うま系になるんですかね。で、甘みの主張がこう少し前に出てることによって、果実感とかですね、こうフレッシュな感じ、よりこうフルーティーな感じ、香りからも味わいからも華やかで優雅な印象を与えてくれています。素晴らしいですね。いや、うまいですね、やっぱりね。体調も戻りましたんでね、おかわりをいただいちゃいましょう。この点はパープルラベルと同じかもしれないんですが、あるいは私の動画で結構同じようなことをお伝えする機会多いんですけど、これだけ濃厚にしてしつこくないんですよ。全くくどくないんですね。冷蔵庫で冷やしてたからっていうのもあるんですけど、今回その立役者はまさかの逆に甘みじゃないかなって思うんですね。正確には甘みにこの強いフルーティーな香りが乗っかって、そのフレッシュさとかですね、果実感ですよね。酸味じゃないんですよ。酸味をほとんど感じないですね。戻してですね。非常に華やかな印象が、くどさっていうものを、重々しさみたいなのを排除してくれてるかなと。そんな風に思いますね。違うよっていう人もいるかもしれないんですけど、私はそんな風に感じましたよ。いや、美味しかったですね。といったところです。今回もレビュー部分をご視聴いただき、本当にありがとうございます。よろしければこの後ですね、Vlog チックの部分も合わせてご視聴ください。おはようございます。本日は2023年3月3日、
3月3日のひな祭りですね。金曜日です。今日は新しい会社の2日目です。昨日盛大に歓迎会をやっていただいて、若干まだ酒が残ってるんですけれど、頑張りたいと思いますよ。お仕事が終わって帰ってきました。まだこんな明るいですね。今5時半ぐらいです。今日9時5時っていう模範的な働き方をしてきました。今週いっぱい、今週は土日が休みなん で来週も同じ9時5時で通して働いて、そこから先はまた以前と同じような午後からスタートして夜10時までと、そういう風になってます。ちょっと、満喫しちゃおうかな。おはようございます。本日は2023年3月4日の土曜日です。久しぶりに土日休みなんですよ。休みなんですけど、やんなきゃいけないことがあって、前の会社でお世話になった人ですね、まだ挨拶回りが終わってませんので、これからね、持参しようと思います。獺祭の焼酎ですね。日本酒を召し上がるかわからないので、これにしました。用事が済んで1回戻ってきました。あったかいんですよ。ダウン着てるとね、汗かいてきます。どうしようかな。1回帰ってずっと動画の編集ができてなかったんで、今日はそれをちゃんとやって、また夜にでも出かけたいと思います。おはようございます。本日は2023年3月の5日日曜日です。東京マラソンやってるんですけれども、これ浜町のあたりですかね。もうそろそろこの辺を通過しそうです。ちょっと覗きに行ってみます。ほら、もう水天宮まで来てますね。これがちょっと分かりにくいんですけども、見に行かなきゃ。中継のヘリですかね。お空で轟音立ててます。急いで出てきたんで、こんな超怪しげな格好なんですけど、裸足にサンダルです。歩行者は通れるんですかね。どうだろう。こうやってますね。日曜の朝ってことで、ベッドから出ないでダラダラしてたんですけど、ああやって頑張って走ってる人を見ると、自分もちゃんとしなきゃなって思いますよ。もうちょこっとだけダラダラしてから動こうと思います。夕方になって改めてお家を出ました。東京マラソンを見てですね、私もちゃんと動かなきゃと思ったんですけど、ちんたら家事をやって、最近怠けがちだったですね、動画の投稿ですね、それを一本済ませました。用事があって渋谷に来て今帰るんですけど、渋谷っぽい階段ですね、すごい。おはようございます。本日は2023年3月の5日月曜日です。ちょっと曇ってますけどね。お仕事行ってきますよ。お仕事が終わって帰ってきました。いいもんですね。ただ7時になってないです。6時台ですよ。ゆっくりいっぱいやろうと思います。おはようございます。本日は2023年3月の7日火曜日です。よく晴れてますね。昨日は曇ってましたけど、今日はいいお天気ですよ。今一時的に午前中に出社して、夕方というか夜の早い時間に退勤するっていう、世の中的には一般的な働き方をしてるんですけど、それもね、今週末までなんですよ。ちょっとね、満喫したいんですけど、なかなかうまくいかないですね。家帰ってお酒飲んで、すぐ寝ちゃうみたいな、そんな感じが続いてますね。本当は本を読んだりとかですね、勉強したりとか、意識高い系のことをしたいんですよ。ちょっとね、今日は絶対やってみようと思いますよ。お仕事があって帰ってきませんでした。今日は北千住に立ち寄っています。例の後輩くんと食事をする約束になっています。男2人なんで、この間行ったチェーン系の居酒屋で十分ですかね。やっぱり北千住は落ち着きますね。個人的に山手線の西側よりも東側、北千住だと東北部といった方がいいですか、そっちの方が好きですね。非常にいいですね。最近あちこちで見かけるようになった、確かスシローさんの系列だったと思うんですけど、杉玉さんですね。
日はこちらに行きたいと思います。今度こそお仕事があって帰ってきました。ちょっと飲みすぎましたね。2合足らずですけど、朝早かったのもあって結構効いてます。そんな中でもドラッグストアによってですね、ティッシュだとかアイスだとか頑張って買いましたよ。